シリーズアストルティアの歴史、今回が第51回目となります。今回もバージョン 4.5 までの内容が出てきますのでご注意ください。今から5700年前、レンダー社の内海に位置する大エテーネ島で建国されたエテーネ王国についてお話ししています。メガンディクに従ってエテーネ王国が建国されてから約700年後、隕石の衝突を避けるために大エテーネ島が5000年後の現代に転移して、歴史上では大エテーネ島は水没してしまったと伝わっていくまでの流れをお話していたわけですが、エテーネ王国の王族たちは時渡りの術が使えるため、いろんな時代に転移しながら様々な体験をしておりました。ですので、時系列は離れて、各個人がどのような時代に生き、どのような経験をしたのか、各個人の歴史について整理しております。前回まで私たちの父親にあたるキャラクター、パドレさんについてお話ししておりましたが、今回はメレアーデさんの弟であり、私たちにとっては、いとこのお兄さんにあたるキャラクター、クオードについて見ていきましょう。クオードさんはエテーネ王国にて、後に第49代国王となるドミネウスとルミラー派という女性のとの間に長男として生まれるわけですが、強い時当たりの力を持って生まれた姉のメレアーデさんに対して、あまりクオードさん自身は時当たりの力には恵まれていませんでした。このメレアーデ・クオードの兄弟の関係は、父ドミネウスとその弟パドレの関係にも似ており、クオードを自身の境遇に重ね合わせて、コンプレックスを強く刺激されたドミネウスから、クオードさんは存在の扱いを受けてしまいます。早くに母親が病死していて、父親との折り合いが悪かったため、姉のメレアーデのことを大切に思っており、家族愛を通り越して精神的に依存しているようにも見受けられるところがあります。また、時当たりの力が弱いという理由で、父ドミネウスから冷遇されていたので、その反動から世間から能なしと見なされていた人物である、ディアンジやザグルフの秘められた才能を信じて、専属の部下として大切にしていました。バージョン 4.0 のストーリー開始当初は、ドミネウス邸に住んでおりまして、エテーネルキューブで解き当たりしてきた我々冒険者を侵入者として捉えて、エテーネルキューブを取り上げてしまいます。その後私たちはメレアーデさんの協力でエテーネルキューブを取り戻したり、明らかに雰囲気の違うメレアーデさんから、記憶の赤結晶をクオードに見せるよう頼まれたりして元の世界に戻るんですが、そこで滅亡を迎えた未来のアストルティを目の当たりにし、時の妖精キュルルの協力のもと滅亡の未来を回避する手がかりを得るため、再び5000年前のエテーネ王国に向かって記憶の赤結晶をクオードに見せるという流れで、見せようとするという流れで、バージョン 4.0 のストーリーが進行していくことになります。そして私たちが再び訪れた5000年前のエテーネ王国は、一度目に訪れた時から約半年の時間が経過していました。この半年の間に、リンジャハルが滅亡する事件が起こってしまったり、パドレさんが行方不明となってしまったり、当時の国王ルザイオスが亡くなって、ドミネウスが49代目の、国王として即位します。ドミネウスがエテーネ王に即位した後、クオードさんはメレアーデさんと共に、エテーネ王宮に引っ越すということになりますが、ドミネウス邸はもともと
エテーヌ王宮や、パドリア邸と同様、空中に浮遊していたんですけれども、地脈エネルギーが弱まった影響で、ドミネウス邸が、その後墜落してしまう。ですから私たちが再び訪れた時は、ドミネウス邸は、すでに廃墟となっていたということですね。クオードさんが我々と再会したのは、ベルマさんが魔法生物の処刑をしようとしていた時で、クオードさんがエテーネ王国軍の軍団長として国民に危害を加えていたベルマさんを拘束すると。この時、再会を果たすわけですね。で、そのうち、私たちを王国軍司令部に、招待したクオードは、私たちがメレアーデさんから託された記憶の赤結晶の映像を一緒に見ることになるんですけれども、その映像の中にメレアーデさんから、二人でエテーネ王宮を、目指しなさいと、そういうメッセージがあったため、エテーネ王宮を目指すことになるのですが、エテーネ王宮に向かうために使う天意の門というもので、天意の門で行方不明事件が起きているということがわかります。これを専属の部下であるディアンジやザグルフの協力のもと解決すると。で、その後、私たちが手に入れた、四家所長の指針書ですね、を証拠として、ドミネウス王を糾弾するんですけれども、父親のドミネウス王を、攻めるということをするわけですが、逆に、私たちが指針書偽造の罪で捕らえられてしまうということになってしまいます。そこで、処刑されかけた私たち冒険者を助け出し、自動人形ドミネウスと戦った後、一緒に時見の祭壇へ向かうと。メレアデさんが行方不明になっているということが分かったため、時見の祭壇に囚われているんじゃないかということで、一緒に時見の祭壇に向かうと。でそこで、魔物と化した父ドミネウス王と戦うことになります。そこでドミネウスによって、ドミネウスによって捕らえられていたメレアーさんを、救出することが、できたわけですが、その時キュロノスに操られたパドレさんが現れて、エテーネ王宮が、エテーネ王宮ごと時渡りしてしまって、クオードも、それに巻き込まれてしまい、当時から、数えて2000年後のドアチャッカ大陸ですね。現代から見ると3000年前のドアチャッカ大陸に飛ばされてしまうということになります。で今から3000年前のドアチャッカ大陸に飛ばされたクオードは、同じく時渡りの呪いでいろんな時代を転々としていた私たち冒険者の兄弟姉妹と出会います。グルグ地下道の外で倒れていた私たち兄弟姉妹を解放したということですね。で、似たような境遇だった二人は意気投合し、協力してそれぞれ元の時代に戻るための方法を探り始めます。この時クオードはグルヤンラシュと名乗るようになります。グルヤンラシュというのは、あの日に帰るという意味の、古代語で、クオードの決意が現れているということですね。グルグ地下道を出た二人は、ウルビア地下帝国の下層にある空き家を借りて、ウッザ神父、ウッザ神父のいる教会で、教会の仕事を手伝うようになりました。そこで、クオードの知恵と、私たち冒険者の兄弟姉妹の操る錬金術で、様々なトラブルを解決すると。
ので、まあ、だんだん注目されるようになっていくんですね。で、その結果、皇帝の目に留まり、打った神父の紹介もあって、二人は神官見習いとして城に召し上げられるということになります。で、まあ、城で働くようになった、二人なんですけれども、まあ、このグルヤンラシュが城で文献を調べているときに、エテーネ王国が歴史上には2000年前に大エテー島が地盤沈下を起こしてしまったために水没して滅亡してしまったと伝わっていることを知ります。これを契機に、グルヤンラシュは心変わりを起こし、どんな手を使ってでも元の時代に戻り、エテーネ王国の滅亡を防ごうと考えるようになってしまいます。で、そこからグルヤンラシュは元の時代に戻るためのエテーネルキューブの開発と、エテーネ王国の滅亡を防ぐための地脈エネルギーの収集のために、ドアチャッカ大陸に多大な犠牲を払わせることになるわけですが、少し長くなりましたので、今回はこの辺で。どうもありがとうございました。